え皆さんこんにちは、えー。レック専任講師の坪倉と申します。えー、普段はですね、レック目玉駅前本校で、えー、担任講師というものをしています、えー。この動画を見ていただいている皆さん、えー、公務員試験ちょっと興味あるぞという人もお見ていただいているんじゃないかなと思うんですが、あ公務員まあさまざまな業種があるんですね。で、その業種を含めてまあとりあえず公務員という形で最初入っていただいてもいいんですけども、ただそこのところで地元に残りたいから例えば地方公務員だけ っていうとちょっとそれは違ってたりとかあ実は国家公務員の中にもいろいろ地元に残る手段とかもあったりとかさまざま幅広い業界があるんですねでその業種を知らないままなんとなく目指すってなってもちょっとモチベーション上がりにくいですよねでそういうふな情報とかあ気になる方はですねぜひ一度まあ、気軽に来ていただければなと思ってますで実際もう予備校を選ぶ中で公務員試験どうしようかなどうやってやっていこうかなと思っている方に関してもえこのレックの梅田駅前本校に関してはまず勉強面に関しても 普段インターネットの授業収録、えー、レックのコース生の方にはみんなついてるんですけどもそのインターネットの授業担当をしてる講師が通常レックの梅田駅前本校の生クラスの担当をしていただきますので、えー、実際あのウェブとインターネットの授業と生クラスをリンクさせた形で非常に、えーま、質の高い授業を提供させていただきますですのでも,うもし休んだとしてもそこでしっかりとフォローしていただくことも可能です、えー、また実際面接対策近年公務員試験では非常に重要になってきてます でそこのところに力を入れないとやっぱ内定が取れないあの最終合格と内定ってやっぱ公務地検違うんですよねだから最終合格だけ強くても内定が取れなきゃ何の意味もないっていう状態になってますでその内定を取るためには面接っていうのがやっぱりめちゃくちゃ大事なんですけども実際レックの梅田駅前本校のところに関しては元面接官の方に、えー、いっぱい入ってもらった模擬面接えー、うちではリアル面接と言いますがそのリアル面接に関してっていうのも。 質も量も量実はそこのフォローのところとかも皆さんはしっかりと回数をこなして取り組んでくださいそして我々担任というものが、まあ、レックの梅田駅前本校では私がメイン担任という形でさせていただくんですけども毎月ホームルームというような形で皆さんの情報提供というのはどんどんしていきます で関西だけではなく全国的な情報のところもレックの梅田駅前本校にはしっかりと集まっていますのでその情報を皆さんの方にも提供していきます来月まで再来月まで夏休みいや秋,秋のところ冬休みまでいろいろな時期のところに合わせてホームルームっていうのを提供し。 それでもちろん伝えきれない個別のカリキュラムのところとかは私たち担任がメインで5人いますけどもその講師陣のところでですねその講師陣が皆さんに対して一人一人個別丁寧にカリキュラムを考え指導方針を考えということをしていきます。一人の先生という形でフォローしていくっていうことも一つの手だと思いますが私たちいろんな講師が皆さんのところにフォローにあたって全員で全力で皆さんを支えていくっていうのがレック目立い前本校のスタイルです。 えただそこのところのメインは私、えー、坪倉というものがあ皆さんのところフォローに当たりますので、えー、心配な方公務員試験どうやって対策しようかなと思う方はぜひぜひえこのレック駅梅田駅前本校のところに一度相談来ていただいてあこういう講師と一緒にやっていくんだなっていうのを見ていただいた上でですね、えー、勉強に取り組んでいただければななんていうふうに思っています。 では皆さんと直接レク・メダイケマン本校でお会いできることを楽しみにしていますいつでも気軽にね、えー、来ていただいて、えーまあ、実際どうするか分かんないぞっていう状態でも全然結構ですからあの気軽にご相談いただければななんていうふうに思っていますではあ直接お会いできることを楽しみにしておりますでは皆さん、えー、レク・メダイケマン本校でお会いしましょう